続いてです。春節で海外から日本を訪れる観光客、旅行客が増える中、あるリスクが高まっています。はい、それは致死率ほぼ 100% のアフリカ豚熱の日本への侵入リスクです。中国、韓国で感染拡大している中、日本の食卓にはどのような影響があるんでしょうか。一度侵入を許すと、我が国の畜産業に壊滅的な被害を生じることになります。今、農林水産省が壊滅的な被害の恐れと危機感を示しているのが、アフリカ豚熱とは、豚やイノシシに感染するウイルス性の伝染病です。しかし、有効なワクチンや治療法がなく、致死率はほぼ 100% と言われています。アフリカ豚熱の侵入リスクが、かつてないほど高まっています。農水省では、空港や港で入国者の靴底の消毒など、水際対策を強化しています。これまでに日本での発生例はありませんが、先月韓国では、釜山のフェリーターミナル近くで野生のイノシシの感染を確認。明日からの春節に合わせた大型連休で、日本と中国、そして韓国などとの間で旅行者の動きが活発に。日本へアフリカ豚熱のウイルスが侵入するリスクが高くなっています。豚肉を使った人気の韓国料理、サムギョプサルやキンパなどに影響はあるのでしょうか。さらに2年前に輸入停止となったイタリア産の生ハムは今も。すべてイタリア産のものはですね、はい、生ハムに限らず豚肉もすべて取り扱い当店ではしておりません。感染が拡大しているアフリカ豚熱、もし日本で発生してしまったら食卓にどのような影響があるのでしょうか。今押さえておきたいニュースを深掘り、ニュースわかるまで解説です。本日解説をいただくのはこの方です。宮崎大学産業動物貿易リサーチセンター副センター長でいらっしゃいます岡林珠樹さんです。おはようございます。よろしくお願いいたします。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。アフリカ豚熱の日本への侵入リスク、これが今高まっているんですね。豚熱ってこれまであったと思うんですが、豚熱とアフリカ豚熱ってそもそもが違います。異なるウイルスで、過去に日本での発生例は今のところありません。アフリカ豚熱の特徴としては、豚イノシシが感染発症するもので、豚熱も同じなんですけど、人にはこれ感染するものではありませんが、豚熱と大きく違う部分として、アフリカ豚熱は感染すると致死率ほぼ 100%っていうところが非常に脅威の部分。そもそも1900年代の初頭にケニアで初めて確認されて、アフリカヨーロッパで広がったものです。これまでの累計でアフリカ豚熱報告例見てみると結構あるんですよ。アフリカってついてるだけで、やっぱりアフリカではもうすでに30の国地域、アジア、ヨーロッパ、南北アメリカ、オセアニアでも感染されています。ですが、これまで日本では繰り返しお伝えしているように、発生件数というものはまだありません。そんな中でも坂本農水大臣がこういった注意喚起をしています。今月の2日、アフリカ豚熱の侵入リスクがかつてないほど高いんだとしました。一度入ってきてしまうと、国の畜産業に壊滅的な被害を生じさせるだろうと。というのも、この番組の冒頭でもお伝えしましたけれども、春節始まりますよね。中国から日本に訪れる方が多い中で、訪日客に万が一ウイルスが付着していて、これが持ち込まれてしまう、こういった可能性も指摘されています、はい、中国だけではありません。韓国でもアフリカ豚熱、一番最初に感染確認されたのが2019年で、ここから年をまたぐことに南下してきています。去年の年末12月には、釜山で野生のイノシシ12頭感染しているということが確認されました。で、釜山というと日本の九州近いですよね。日本における九州というのは豚肉の生成、
飼育のおよそ3割を占めているエリアになりますので、黒豚とかね、美味しい豚ありますもん、はいはい、でこれやっぱりフェリーなどが就航してますので、まあ、ここまで来ているよっていう状況なんですね、はい、そんな中でこの釜山市取材をかけてみますと、市の担当者は野生のイノシシの感染は確認したんだと、なので養豚場では徹底した消毒をしていますから豚への感染報告は今ないと。あとはサムギョプサル美味しいですね、うん、こちらのお店の店長さんは特に問題はないとしていますけれども、農林水産省としては生の肉、加工品、ソーセージ、キンパなどウイルスがもしかしたらこれ検疫では NG とされているものなんだけれども、持ってきちゃいけないものなんだけれども、うん、通り抜けてきてしまう、こういった可能性もあるし、あとは飛行機こういったところからあのウイルスやってくる可能性もあることから、家畜防疫官ですとか、探知犬増員増配して強化に当たっているという現状です。あの岡林さん、こう世界中でアフリカ豚熱拡大しているの心配ですし、すぐお隣の韓国まで来ているのすごい怖いですね。そうですね、今あのご紹介にあった通りまさに隣国での発生ということになっております。今までも飛行機や船によってそのアフリカ豚熱に感染した、お肉が持ち込まれた事例ということがありましたので、そういったことを考えると今回非常に韓国からのリスクというものが高くなったのではというふうに考えます。これ食べて人間に感染しないということですけれども、うん、食べて消化した便の中にはそのウイルスが入っている可能性ってあるんですか。これあと便の中での可能性というのは低いというふうに考えられます。なるほど。あのですから、まあ、食べきってしまえばもしかしたら、ね、いいのかもしれないけれども、その万が一アフリカ豚熱に感染しているものを食べて残されたものがその辺に落ちて、それが野生が食べると、ね、感染していくっていう、もしかし自分たちも手でこう触れたものがいろんなところ触れちゃうと今広がりますもんね、可能性ありますよね、はい、で実はあのイタリア料理皆さんよく召し上がる方いると思うんですけれども、はい、イタリア産の生ハムって今日本に来てないんですよ。そうなんですよ、言われてみればそうかと思うかもしれませんが、おととしの1月8日です、イタリア北西部でアフリカ豚熱感染の野生のイノシシが確認されたと、こういった事例がありました。すると日本ではまさに同じ日付、ここで家畜伝染病予防法に基づきましてイタリアからの豚肉等の輸入を今ストップしている状況なんですよ。そういう迅速な作業のおかげで日本に広がってないわけですよね、ということですね、うん、なのであの飲食店などではイタリア産の生ハムって今提供ほとんどされてないわけですね。もともと在庫で持っているものは提供できていたかもしれないけれども、うん、一昨年以降というのはこういった措置が実は加えられている、うん、なので今どうなのか改めてお店を取材してみました。オープンして2年半なんですけれども、その半年後ぐらいですね、もうすぐにあの今回の、豚になってしまってすぐストップしてしまってイタリア産が使えなくなってしまいました。現在ですと国産の原木から、スペイン産のものになっています。輸入ってのは再開してほしいっていう感じですか。はい、そうですね、一番最初にこう輸入を待ち浴びてますので。金井さん、まだまあ発生してから2年間イタリア産の生ハム輸入禁止のままということですけど、いかがですか、ね、今から思い起こせばちょうど1年半ぐらい前にイタリアンのシェフがもう入んないんですよイタリア産がって言われて、はい、あの生ハムイタリア産もスペイン産もそれぞれ美味しいんですけど、うん、やっぱりこう味が少し違うんですよ ね、だからなんか今までの味が出せなくて困ってるっておっしゃってたのがまだ続いてるんだっていうのがちょっとね、結構これ根深い問題なんだなって思いますよね。そうですよね、時間が経ってさらに今ここに来てもう一度アフリカ豚熱なんて言われてしまうといつ解除されるのかって本当に確かに気になるところです。ではもしですね、これ日本にアフリカ豚熱がやってきたらっていうところ嫌な推測をしますが、はい、実は過去に2018年の8月にアフリカ豚熱が中国で初めて確認されたっていうことがあったんです。でこの時当然日本はこれはまずいということで水際対策含めて警戒を強めました。しかしながら豚熱は日本にやってきてしまっていたんです。んでもアフリカ豚熱が来たわけじゃないんですよね。ではないんです。豚熱は中国から来たんですか。はい、これはですね中国からという明確なところはわからないんですけれども豚熱自体はやってきた。だからあの、うん、
家畜伝染病という大きな括りがある中でアフリカ豚熱が流行っているから豚熱が流行ってないわけではないと。ではないと。両方もちろん入ってくるリスクがある中で、今回はこのアフリカ豚熱というものがかなり入ってくるんじゃないのかなっていう、まあ、そういった予測がある。当然入ってきてしまうとやはり私たちの食卓にもこれは大きな影響を与える可能性が考えられます。小林さん、もし入ってきたらこのアフリカ豚熱、僕たちの食卓どんな影響を考えられますか。はい、国内発生が起こった場合にはやはりその発生農場、そしてその周辺の地域での殺処分対応が求められます。そうすると当然、国内の、豚肉供給源が減ってくる。となるとやはり価格の高騰が起こるわけですね。現に中国とか韓国なんかにおきましてもアフリカ豚熱流行後にはですね、豚肉の価格が2倍から3倍近くまで上がっているということが報告されております。確かに鳥も殺処分すると卵値上がりしたりしましたもんね、はい、かなり食卓影響を与えられそうですよね、うん、はい、で今このアフリカ豚熱の話をしていますが、じゃあ治療法とかワクチンというものはあるのかどうか調べてみたところ、現時点での治療法というものはないそうです。でワクチンに関しては豚熱のワクチンというものはあるんですけれども、アフリカ豚熱に対しての有効なワクチンというものは現状ないそうです。なんでこれないんですかね、ワクチン。ワクチン自体は先生、世界の他の国のどこどこさんというものはあるそうですけど、果たしてこれが有効なのかどうかということがまだ立証に至ってないようですね。はい、おっしゃる通りです。あ、なるほど、はい、でもこれ先生、アフリカ豚熱がその豚が死んだ後も、そして肉製品に加工されてもウイルス生き続けるというのがちょっとこれ本当に厄介だなと思うんですけども。おっしゃる通りで、その豚の臓器やその筋肉内ではウイルスが生存しているわけなので、パネルにもありますようにこういったお肉、いわゆる加工品になっても長期間ウイルスが感染リスクを持っているということが大きな問題ですね。さらに血液とか糞便にも出てますので、そうなると今度農場が汚染されたり、食肉処理をする場所が汚染されたり、またマーケットなんかも汚染されていく。そこに入った人の足とか車とかそういったものにウイルスが糞便等にくっついて運び出されるというリスクも危惧しなきゃいけないということになってきます、このあたりというのは豚熱でももちろん見られる傾向なんだけれども、アフリカ豚熱の場合はよりウイルス性が強いので、例えばこの日数は豚熱よりも長いという認識でいた方がいいかもしれません。養豚場もし感染してしまうと豚を殺処分という可能性も十分考えられます。では日本のブランド豚、皆さんどうやって守っているのか。例えば高品質庄内豚とか、平牧三元豚などを扱っている山形県では空港での靴の底の消毒の強化、野生イノシシの対策をしています。海外から日本に帰った時には関係者でも農場立ち入り禁止など対策をしています。あとは鹿児島黒豚、九州もち豚、有名な鹿児島では観光客を農場に入れないようお願いして、去年の8月佐賀で発生した豚熱とともに警戒をしています。そして沖縄です。アグー豚、琉球ロイヤルポークも有名ですが、こちらでは外国人観光客へのパンフレットを配布、注意喚起、あとは石灰など、消石灰ですね、これを配布して対策に当たっているということですね、豚熱とそのアフリカ豚熱の感染経路、感染対策というのは非常に、防疫対策というのはほぼ同じような形でバイオセキュリティをしっかり上げていくと、こういうところに集中すればいいのかなというふうに思います。また EU におきましても、その国によってもちろんどの国も一生懸命取り組んではいるんですけれども、幸運に成功しているとかそういった事例があって、なかなかそのスペインさんのスペインのやり方を真似すればいいというふうにだけはちょっと一概には言えないのかなという気はします。あくまでもいろんな方法ある中で精査していかなきゃいけない。改めて岡部さん、私たちにできることって何かありますか。はい、先ほど紹介にもありましたように、まずやはり汚染された豚肉というものがキーワードになってますので、とにかく今は流行地からそういった食品を持ち込まない、そして持ち込ませないようにするということが大事になります。また国内におきましても、その野外にこの肉を捨てるとか食品残骸を出さないというような取り組みも大事かと思います。また動物には関係ないんだけれども、海外から帰ってきたその靴で
近くの農場に行ったりとかですね、動物園に行ったりとするような動物との接触を避ける、そういった取り組みという一人一人の取り組みが大事になってくるのかなと思います。はい、ありがとうございました。今日はここまで岡林さんに解説をいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。